179エーカーの広さを持ち、南部はピュージェット湾につながるシンクレア入りへと接する。西部はキトサップ海軍基地、ブレマートン別館、北部と東部はブレマートンと接する。銅像戦所は北東太平洋における最大の海軍施設であり、ワシントン州最大の工業施設である。ピュージェットサウンド海軍造船所は、官邸のメンテナンス。 近代化及び技術的広報支援を行う。ピュージェットサウンド海軍造船所は1891年に海軍補給地として設立され、1901年には海軍交渉、ピュージェットサウンドと呼ばれた。第一次世界大戦中に、同交渉は1700隻の小型艇、25隻の苦戦艇、7隻の潜水艦、2隻の総海艇、7隻の 外交タグボート及び2隻の旧兵艦を建造した。第二次世界大戦中、同交渉では主にアメリカ海軍及び連合国軍艦艇の修復や改装に注力した。修理改装された艦には、新珠湾で激破されながらもサルベージュされ、後に、スリガオ海峡海戦で西村艦隊を迎え撃つことになる戦艦テネシー、メリーランド、ネバダ、カリフォルニア、 ウェストバージニアや空母の動員された戦いのほぼすべてに参加し、幾度も破損しながらも、その都度修理されて、戦線を維持した空母エンタープライズなどがある。同行賞の最も特徴的な建造物は1933年に建造された巨大な緑の土形クレーンである。クレーンは250トンの吊り上げ能力を持ち、高さ250フィート、幅80フィートの大きさがある。 クレーンは主として艦艇のオーバーホール、分割した構造物の吊り上げに使用される。第二次世界大戦後、同交渉はピュージェットサウンド海軍造船所と解消された。同造船所は従来の航空母艦をアングルドで帰化する近代化プログラムを担当し、朝鮮戦争が始まるとモスボール処理され保管された艦艇の再活性化に従事した。 1950年代末には新型フリゲートの建造が始められる。1965年に建造されたスカルピンは銅像戦所で建造された最初の原子力潜水艦であった。1990年に海軍はピュージェットサウンド海軍造戦所における原子力艦の再利用計画を認可した。銅像戦所における作業のおよそ25%は 艦艇の不活性化と原子炉コンパートメントの処分、船体の再利用である。同計画は原子力船の不活性化と再利用を環境上安全に行う方法を開拓した。他、同造船所にアメリカ海軍隊役艦艇をモスボール状態で保管している。それらの艦艇は必要に応じて再収益することができる。 ピュージェットサウンド海軍造船所は1992年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ポートをチャードから見たピュージェットサウンド海軍造船所。モスボール処理された艦艇は左側に、右側には土型クレーンが見える。ピュージェットサウンド海軍造船所の位置。ありがとうございます。